パウロロベルトールランドは、ブラジル連邦サンパウロ州サンパウロ出身のプロ野球選手、宇ト右ミギ高校時代まで短距離のブラジル代表として活躍していた。2005年1月21日にシカゴホワイトソックスと契約してプロ入り。2006年に参加の A 級カナポリス・インティメディターズでプロデビュー。116試合に出場して打率。 262、6本塁打、31打点、29盗塁を記録した。2007年は A 級ウィンストンセーラムアースホックスでプレーし、102試合に出場して打率、253、8本塁打、34打点、20盗塁を記録した。2008年も A 級ウィンストンセーラムでプレーし、112試合に出場して打率、261、 12本塁打、51打点、29、盗塁を記録した。2008年8月9日に、コラシオ・ラミレスとのトレードで、カンザスシティロイヤルズへ移籍した。移籍後は、参加の A 級ウィルミントン・ブルーロックスでプレーし、18試合に出場して打率。254、3本塁打、9打点、1盗塁を記録した。2009年も A 級ウィルミントンでプレーし、 101試合に出場して打率。261、2本塁打、三34打点、20盗塁を記録した。2010年は AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、121試合に出場して打率。305、13本塁打、六64打点、25盗塁を記録した。2011年はまずトリプル A 級をマハ。 ストームチェイサーズで58試合に出場したが、打率。235、1本塁打二27打点、6盗塁と結果を残せず、7月に A 級のスウエストアーカンソーへ降格した。同球団では45試合に出場して打率。305、4本塁打二24打点、8盗塁を記録した。二千十二年は A 級のスウエストアーカンソーでプレーし、 116試合に出場して打率2796本塁打、40打点21盗塁を記録した。オフに第3回ワールドベースボールクラシック予選のブラジル代表に選出された。2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC 本選のブラジル代表に選出された。シーズンではトリプル A 級オマハでプレーし、 92試合に出場して打率。276、5本類打、46打点、8盗塁を記録した。2014年もトリプル A 級オマハでプレーし、136試合に出場して打率。301、6本類打、63打点、34盗塁を記録した。オフの11月3日に、ロイヤルズとメジャー契約を結び、40人枠入りした。 2015年は初めて開幕25人のロースター入りを果たすと4月10日のホワイトソックス戦に8番左翼手で先発出場しブラジル人史上3人目のメジャーデビューを果たした第2打席にジョンダンクスから3塁打を放ちメジャー初安打を記録したこの年は控えが癒しとしてコンスタントに出番を得て86試合で打率249 7本塁打、二27打点、3盗塁という成績を残した。なお、支球が極端に少なく5つだけであり、出塁率は打率より0に0高いだけだった。守備面では45試合で、右翼手、37試合で、左翼、5試合で、中堅手を守り、計4つの失策を犯したものの、全ポジションで、プラスの DRS を記録、トータルではプラス8を記録した。 2016年は右翼のレギュラーに抜擢され128試合に出場。打撃面では打率3025本類が43打点14盗塁という好成績を残した。ただ13四球に対して105三振を喫し、1 0 0球眼の課題も残った。右翼の守備は89試合で3失策、守備率。 982DRS プラス5、中堅37試合で1失策、守備率。988DRS プラス5と、いずれのポジションでも、攻守を発揮した。2017年は39試合に出場して打率。198、日本塁が、6打点、1盗塁を記録した。2018年は25試合に出場して打率。167,5打点を記録した。 オフの11月2日に FA となった。2019年1月4日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。2019年5月10日に金銭トレードでホワイトソックスへ移籍したが8月19日に解雇された。2020年3月12日、アメリカ独立リーグのアトランティックリーグに所属するサマセット・ペイトリオッツと契約した。 しかし新型コロナウイルスの感染拡大により2020年のリーグ開催はキャンセルされたため試合に出場することなく退団した7月3日にメキシカンリーグのドスラレドスオールズと契約した2021年もドスラレドスオールズと契約したが6月4日にリリースされた6月8日にベラクルスイーグルスと契約したサンパウロ生まれで12歳の頃に 日系の子供たちに混じって野球に親しんだ。俊足が特徴で、国際陸上競技連盟の公式ホームページの選手名館によれば、2004年4月の大会で200メートル21秒、10、400メートルで46秒58を記録している。マイナー9年間通算で200盗塁、63本の3塁打を記録した俊足であり、メジャー昇格後は、 最初の3安だがすべて3塁打であった。これは史上初の記録である。ありがとうございます。